梅雨真っただ中ですが暑い日も増えてきました。ということで今日はアミプラザ熊本で夏の快適グッズを探していきますまず訪れたのは2階にある中川雅七商店食器に食材にあ洋服までありますねこんにちはこんにちは。こんにちは よろしくお願いします,しお,願いしますお店広いですねあ,ありがとうございます九州ではお店の中では最大級で全国の中でもえっ、ー、と3番目に広いお店になってます京宝元年創業の奈良の老舗で全国各地の手仕事が生んだセンスのいい品が並んでいます代表するのがかや生地を使った布巾です たくさんの種類がありますがくまモンや神太鼓とのコラボのほかに熊本限定からしれんこんや熊本のスイカが描かれている手染めの布巾もありますそれではお待たせしました中川正七商店で見つけた夏を涼やかに過ごすアイテムこちらですね、はいあのー 花火,花火玉の皮を使っていて、はい、中開けるとですね実はこういう涼しげななが入っている商品なんですよ愛知で作られた本物の打ち上げ花火の玉が使われています中には発火灯が入っているんです他にもスイカの形をした塩スイカあめもちょっとしたプレゼントにおすすめです 続いてはアーームカバー日焼け対策冷房対策、策冷房に欠かせませまんシルクや接触冷感タイプなどさまざまな素材のアームカバーが揃っています一オシがですねちょっと珍しい素材を使っているのがこの和紙を使ってるアームカバーっていうのがあるんですけど紙でですすかあ<っ>、<紙>そうなんです和紙は調湿機能があって群れを逃してくれるので実は 夏にぴったりな素材なんだそうです。朝のような<あ>さらっとした感じですね。そうですね。さらっとしてちょっと張りがあるようなう、はい、感じですね。えー、しかも靴下職人の技で袖の部分がずれ落ちないようになっています。さらにこの時期の一押しがあるということで、高島千尋っていう織物のレギンスなんですけど。 かつては肌着に使われていいたという滋賀の織物生地に凹凸があるので肌に触れる面積が少なく着心地がとにかくいいということで履きましたかわいいです。<laughs> 生地気持ちいいですね気持ちい,いですよね初めて履くレギンスです <laughs> 今までこうピタッとしたレギンスしか履いてこなかったので程よくこう足を包み込んでくれるそうなんですよなんか大雨の日に履いてたんですけどなんか湿気がすごい日だったんですけど全然肌にまとわりつくことがなくて一日中ずっとサラサラだったので雨の時期も暑い時期もおすすめ色も 合わせやすい、三色のバリエーションがありますよ。今なかなか、あの、お外に出たりするのが難しいと思うので。あの、お家の中で過ごすことが多いと思うんですね。そういう時とかに、あの、快適に過ごしていただける商品たくさん揃えているので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。うん、続いては、お隣のフランフラン。おしゃれな最新雑貨が揃っています。 県内では2店舗目です。今年のトレンドどういったところですか？今年はそうですズバリこのオーロラカラーがとてもトレンドで。確かにポーチや食器、ボディージェルスプレーなどさまざまなグッズがオーロラカラー。これまでにない色合いと見た目の涼やかさが夏らしさを演出しています。 中でも特に人気なのが傘だそうです。オーロラバリエーションは4種類。大きいサイズやドーム型など色のトレンドだけでなく、機能面でも優れています。なんか雨が待ち遠しくなります、ね。<う>何気ない？雨の日がすごく楽しんでいただけと思います。うん、さらに夏の大ヒット商品といえば小型の。 ポータブル扇風機ですしっかり涼しい、はい、結構強いですね風量が強いものの寝室やオフィスで使っても音が気にならない設計になっていますカラーバリエーションも豊富な上薄型サイズやクリップタイプなど用途に合わせて選べるので ファッションに合わせて一人で複数台持つ人も多いんだそうですもちろんトレンドのオーロラカラーもありますよそして気持ちいいこのまま寝たい <laughs> ああ確かに冷たすぎないですけど、はい、体がこうキュッと冷えますね今フランフランで売れているのが接触冷感シリーズ マイクロ綿という柔らかな綿を使っていてとろけるような肌触りが日々の疲れを癒してくれます触るとひんやり冷たい寝具で寝苦しい夜にもぴったりですバリエーションも豊富でお部屋のテイストに合わせて選べますさらに洗濯機で洗えますよ 乙女心をくすぐるアイテムがたくさん揃ってますので、えー、すごくあの来ていただくだけでも楽しんでいただけるかなと思います。